本日のテーマはこちら、就職促進給付について。皆さんは就職促進給付というものをご存知でしょうか？就職促進給付とは、早く再就職を決めた場合に以下のような給付金が支給されます。1つ目、再就職手当。求職者給付の受給資格者が再就職を決めた際に支払われる給付金。2つ目、就業促進定着手当。再就職手当の受給資格者が離職前よりも低い給料で6ヶ月以上雇用された場合に受け取れる給付金。3つ目、広域求職活動費。ハローワークの紹介で遠方の企業に見学、面接などで赴いた際の宿泊費、交通費を受け取れる制度。こちらの給付を受ける際は、一定の条件に合致する必要があります。適用条件の規定は多いため、自身が条件に合致するかどうか気になる場合には、ハローワークのサイトを確認してみましょう。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。